皆さんこんにちは。日本維新の会青葉区公認候補西森雄志です。この度本日から選挙戦始まらせていただきました。これもひとえに南野様のご協力あってこそのこの壇上だと思っております。まず私は45歳、2人の娘います。子育て世代です。飲食店営んでおります。ずっとずっと45年この仙台市青葉区で育ってきました。今まで45年ずっとこのアーケード仙台駅一番町国分町を見て育ってきました。前年不景気やコロナ禍でたくさんの笑顔が失われているのを僕は見てきました。実際にこの目の当たりにしました。飲食店も私が飲食店を営んでいる、確かにコロナ禍はすごい大ダメージでした。幸先の見えない未来の見えない状況が毎日毎日何年も何年も続いてまいりました。飲食店の仲間がたくさん淘汰されていきました。でもコロナ禍に対する県政の対応はお世辞でも早くはありませんでした。助成金も税金で返す、補助金の申請も面倒だ、そういうコロナ対策、本当に中小企業支援になっているんでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。高いところで失礼いたします。ありがとうございます。私は飲食を通じていろんなお客様を笑顔にしてきました。ありがとうございます。そこで今日からこのステージを青葉区、仙台市青葉区をステージにして県民の皆様にみんな一人一人に笑顔になっていただきたい、心から強く本当に思います。子育て支援、格差のない教育、何でもやりがいのある仕事、高齢者でも働ける仕事、福祉の充実、これを全て今の県政ではできないところをこの上りのように日本維新の会の力で、石森雄二の力でチェンジしていきたいと思っております。そしてみんな明るくこの森の都仙台市を明るい笑顔で歩いていただけるように、私は24時間戦います。24時間だけじゃ足りない、でも一人は24時間しかない、それを私は体力が有り余っています。体力バカです。一人一人を救うためにぜひ日本維新の会石森雄二をこの県政の壇上に上げていただきますよう、皆様一票一票のご協力をぜひぜひ賜りたいと思います。皆様の一票で宮城県が変わる、そのつもりでみんなと共に戦いましょう。ぜひよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。